清水博康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢へチャレンジ、前回に引き続き男子高校生マウンテンバイク選手を紹介します。今回はお部屋について伺います。工藤晴馬選手、高校1年生。今から5年前、番組では小学生らしからぬスピードとスタミナを持つ選手として紹介。今年5月に行われた国際大会で2位に40秒以上の大差をつけて優勝。今後の活躍が期待される選手に成長しています。そんな工藤選手のお部屋、前回は優勝メダルを見せてもらったり、バランスボードのトレーニングを披露してもらいましたが、現在のお部屋は、部屋、前回こっちじゃなかったよね。部屋変わりました。変わったよね、はい、すごいね、症状がたくさんあって。これあのストレッチする道具とかもあるけど、ここでトレーニングとかストレッチとかしますか？そうですね。ケアも大事でしょ。ケアした後は全然トレーニングの質とかも変わってくるんで、うんうん、ケア大事にしてます。そうだよね。工藤選手の悩みを相談、アスリートクエスチョン。普段の食生活で、うん、よく取った方がいいものとかってありますか？栄養士さんがいるかどうかわからないんですけど、はい、そういうもし、まあ、知り合いとかそういう方いたら、そういう方に相談して、はい、まあ、サプリとか摂取したりとか、食事だけじゃ補えないものがあるから、はい、だからそういうのも聞いてサプリ積極的に取ったりとか、そうすると次の日のトレーニングとか試合に体がもっと楽になっていくと思うんで、はい、ありがとうございます。工藤選手の将来の夢は？将来の夢はワールドカップ出場です。久々に番組出てどうでした？小学生っていうのもあって、何喋ったらいいのかも分かんなくて、前よりは喋れたかなって思います。